はい、ひと月満清水です。もう NHK でも TBS でもいろんなところで報道されているジャニーズ問題、えー、ついに国連の専門家がですね、えー、記者会見を行いました驚くべき数字が出てきましたそれはですねジャニーズ事務所これによるですね前社長による、まあ、性被害の訴えが相次いでいる問題についてついに国連が人数の推計を公式に記者会見で発表いたしました これがとんでもない数でですね、えー、1週間、2週間来て調べただけで、ジャニーズセイピ P 問題、数百人巻き込まれたが、いいですか、皆さん。数百人です。とんでもない数でございます。 で、えー、この国連のですね、部会というのはビジネスと分あの人権というですね、国連人権理事会の作業部会の1つでございますでこのビジネスと人権というのはですね、比較的新しいあのところなんですよねこの国連のホームページに書いてあると2011年3月21日、まあ、これは実際の原文は英語なんですけども日本の国連のホームページにあの日本語として訳されております、まあ、ちょっと今日はね、これが何なのか でそして、世界的に見たこの問題について、えー、ジャニーズ事務所がどういうふうにこれ大打撃をあの受けるのか、えー、というところで、えー、この問題ずっと、ね、話し続けたあの本間隆さんと、まあ、何より本間隆さん元博報堂でねその博報堂時代に、まあ、本間さんねあのジャニーズの,あの今の社長藤島ジュリー恵子社長と。 えー、お仕事も t o k i o の関係で少ししたこともあり、まあ、その時のね、あの藤島ジュリー慶子社長に対するですね、えー、タレントたちの t o k i o のあのそういっそう波のこの対応含めてですね、まあいろいろ語ってきましたが、えー、これについて少し今日はね、あの話をしたいなというふうに思っています。本間さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ま,すまずあのこの問題についてですね、あのまあ、概要お話をしておくとですね。 えジャニーズの創業者であるジャニー喜多川さんという方がいてですねこのジャニー喜多川さんという人が昔からあった噂として、まあ、タレントたちを食ってるとジャニーズジュニアたちを食ってるとっていう話だったんですがあの問題はそれだけではありませんでしたジャニー喜多川さんがジャニーズ事務所を創業する前、えー、国民栄誉賞作曲作詞家の,、ね、あの服部良一さん こちらの息子さんで吉次さんんでで吉という方がですね8歳の頃に、えー、そのジャニー北川さんによって、まあ、食われていたとでしかもそれが2年間続いていたというような話とかもあって、まあ、つまり、えっと、ジャニーズタレントだけじゃないもうほぼなんかもう出会うやつ、出会うやつ気に入ったやつ全部やってんじゃねえかぐらいの勢いになっていてでさらにジャニー北川さんだけではなかった。 ジャニーズ事務所のマネージャーが、いや、実は僕もやってたんですと、うん、っていうふうな告白を文春の記事に載せたりとか、もうとんでもないあの問題で、今回の国連の指摘もありますが、メディアがこれをね、ずーっと語ってこなかったんだということを、すごく問題にこうしているんですが、まあもう大問題ですよ、大問題でございます。でそしししてジャニーズ事務所、ついに発表しました。 故、えー・ジャニー喜多川による性 P 問題についてっていう風に言って、これ、国連の記者会見を受けて、ねあのー、やったんですが、これがまたもう最悪な、ね、あの内容になっております。この度は弊社創業者である故・ジャニー喜多川による性 P 問題について、皆様に多大なるご心配とご不安をおかけしておりますこと、心よりお詫び申し上げます。でも記者会見しない えー、現在、外部専門家による再発特別防止チーム、えー、が本件に関する調査を継続されておりますが、本特別チームによりその提言を8月末ごろに行う見込みであることの旨、連絡ありましたのでお知らせします。弊社は、本特別チームの提言を受け、できるだけ早く、今後の弊社の取り組みなど、記者会見にてご説明云々、うん、かんぬん。というふうにこう説明しているんですが、あのー、国連によってですね、これ、英語で翻訳されますから、あのー、 とんでもねえやつ日本にいるぞっていうことがこう,もうバレてしまったわけですよ。でそれに対して<っ>、えー、この外部専門家による再発特別防止チームというのは林誠検事総長をはじめとした、えー、特別防止チームというのがあるんですがここにねここがきちんとやってたら国連わざわざ来ねえから隠蔽とかをしてたりしてるからこういうことになったわけでしょ。なので、えー、残念ながらジャニーズ事務所のですね対応というのは もうこの後に及んで誠実ではないのではないかなというふうにちょっと思ってしまうなというふうに、えー、思っていますがいやもうちょっとね今回盛りだくさんすぎるんですけどまずは、えー、NHK も大々的に報じていますが数百人巻き込まれた、うん、これ本間さん数多分まだもっといますよね。うん、うん まあ彼の長い、その、規制の中で、うん、あの、王国を作ってさ、知性、うん、の中で、うん、数百人で聞かないんじゃないのって話は俺たちずっと前からしてたじゃん。まあそう、数千人クラスであろうというようなね、うん、話もしていましたけども。ね。いやー、これね。<で>うん、うん。で、ほら。 あの、被害者の会の彼の、彼らもさ、うん、彼らは数千人じゃねえかって。うんうん、多分そのなんていうのまあ、国連もさ、その、あれがないからね、どこ、うん、もその証拠もないし、統計もないから、うん、とりあえず数百人、うん、と言わざるを得なかったんと思うんだけど、まあ、 あのー、その被害者の会を作っている彼らは当たり前だけどさ肌感覚でさ、うん、そんなもんじゃないって知ってるわけでうん、うん、だからまあこれも控えめな数字だっかなっていう感じだよねいやあのこの数週間やってきてね あのダミエラ・オラウィさんとピチャモン・イエファントンさんというですねあのえっ、ー、とフィリピンとえっ、ー、とアフリカ系だったかななんかそのあたりですごい再園ですよものすごい高学歴、うん、で、うんえー、法学の教授とかもやられているような方々が、うん、まあこれ担当してるんですけどその人たちがさあの別に今回の えっとまあ、やっぱり国連調査団だとどうしてもリットン調査団ね <laughs> 思い出しちゃうんですけどあれだって別にそんな,なんか何千人規模でやってきたわけじゃないからねまあ、うん、多くても10人20人ぐらいで今回も来たんでしょでそれが数週間まあ2週間ぐらいかなあのチェックしただけで7月の24日からだから2週間ないな、うん、もう10日ぐらいで数百人規模っていうふうに言うってことは。 うちか、ね、数千人いるんでしょうとかって言ってるんだわけが違っていろいろ聞いた結果あこれは数百人は最低限分かりましたっていうそういう話ですよ、うん、これそうね<ー>だから複数の被害者の会の,の複数人から話を聞いているわけで,、うん、でそのジャニーズが作った 再犯防止チームの方はその被害者の会からまだ1人しか話し聞いてない、うん、現段階でね。うん、まあこれからあと2人から聞くって言ってるんだけど、うんうん、少なっだから妻の2人、つまり非常に少ない、うん、でだから彼らからも、あのー、ちょっと、えー、その動きが鈍いんじゃないかっていううに。うんうんうん 言われちゃっていて。うんうん、で、そういうのに比べると、やっぱりこの、あれだよね、この、やっぱりこの、その、まあ、国連のね、うん、チームの言うことが全て正しいとは言わないけど、それでも、今言ったようにさ、彼ら、すごいスキルがあるわけよ、当然、うんね。こういう問題に関してはさ。うん、だから、やっぱり、 ある程度、もう、うん、いくつか証言をこうやってこう重ねて、それをこう彼ら多角的にこう見ることができるわけで、うんうん、まあそれがさ、数百人レベルだってもう言っちまうとね、うん、まあこれ全世界もう駆け回ってるからさ、このニュースさ、うん、まあまあ衝撃ですよ。要するに、日本のメディアは、 そこまで今までどこも言ってこなかった、うん、多くの被害があったようだみたいなさ。だけどそこを数百人が巻き込まれた可能性があるというふうに、うん。 まあ数字まで上げて言っちまった衝撃っていうのはさ、うん、まあ相当強いね。まあ、俺たちがいやまあまあ千人超えてたらマジかって言ってたのとはちょっとレベルが。<laughs> いやいや、無理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 全然違う。全然違うよ、ね。<ー>やっぱさ、でも、うん、まあ、ね、ほんと、普通に考えて、うん、毎晩、毎晩、毎晩やってたわけだから。 いや気持ち悪い <laughs> いやもうほんとさ勢力絶倫も絶倫もっとすごいんじゃねえかってななんか言葉が見つかんないんだけどいやもうなんていうか人間ではないぐらいの勢いいやまあ、だからプレデーね本当に,、うん、本当にマヤ文明作って破滅させたプレデー波の力があったんだよ分かりにくいからやめときましょう うん <laughs>、うん、でそれがね、うん、365日稼働してたわけだよ、うん、でそれ365日かける少なくともジャニーズ事務所で30年はあったとした、うん、単純計算ってあった千 <laughs> 人じゃねえぞこれは <laughs>、えー、360かける三でだい1100ぐらいなんで えーと何年って言った、本間さん。3十年。えー、かける十倍なんで一万一千人です。おー、いや、なんか具合悪くなる。<laughs> おいしい。で食べてても具合が悪いけど、うん、まあ、飲めだけどね。飲め、うん、たって、ね。いやいやいや、もう飲めても食べたって。気持ち悪っ。おー、気持ち悪い <laughs> ん、ま、っ。飲めた。ちょっとビタミン C でも飲む。いやー、だか、ね、もう俺、カルピス飲めないよ。本当に。えっと あー気持ち悪い具体的な商品名はちょっとやめたほうがいいよ、ね、うな気がする。白い液体を飲むことができない。よいしょ。はい。<laughs> で、今回の国連のこの、そのまあ、これ、正式報告じゃなくて。あ、先にお詫び申し上げてます。今、もしカルピスを飲まれていた方がいたのであれば、お詫び申し上げます。えー、今後、白い液体というふうに表現することとします。はあ、しかし、数百<の>人、すごいな。 って言っちゃってああ言っちゃってだからほらあのー、ツイッター界隈でさああまあ今 X だけどああ X 界隈でさ X 界隈一気に怪しさまって <laughs> SNS 界隈にしときましょうインスタとかティックトックで盛り上がってんだから,ら SNS 界隈でもああやっぱりさそんなすごかったのかっていう、うん、なんかこの問題あんまり詳しくない人たち、うん そういう人たちに対する、うん、やっぱりこのあれがインパクトがすごいんだよね。えそんなにすげえのかと。うん、しかも国連の人たちが言っている、うん、いうことになると。うんうん <laughs> まあ、我々が言うよりもはるかに信頼度が。<laughs> そりゃそうだよ。国連の人たちと私たちの信頼度だって、一万分の一以下ぐらいしか打ち出ないですよ、<laughs> 国連に比べて。<laughs> まあ、そこはしょ,がないしょうがない。しょうがない、しょ <laughs> <laughs> うがない、しょうがない。別に我々も国,国連と競うとは思わないけれど。はい、全、ま、く競うと思ってません。あ、うんまあ、だからそれでもね、ね、なんか今、今までいろんなことが分かってきてるけど、あ、うんまあ、 それでもまあ控えめな数字だろうなっていう。うん、で、国連の今回のこの、まあ、報告っていうか昨日の記者会見で、うん、やっぱり衝撃的だったのは一つがその人数を、の推計を言ったっていう。うんね、数百人レベル。うん、それが一つと、それともう一つはやっぱり日本のメディアが、うん、の隠蔽に加担していた、 疑惑があるまあそこまで言っちゃっていやーこれなかなかメディアとしてはさ報道するのも恥ずかしいたい,いやもうそれどころかあのー、この国連が調査のジャニーズ問題は CM スポンサーや、うん、日テレ電通、うん、ここにまで質問をしたというふうにこう、うん、言ってますよね。 そうだ、ね、これすごいよね。うん。あのー、うん、よく分かってらっしゃるじゃないですかっていうね。いや、多分ですね、ダミエラ・オラウィーさんと、ね、えっ、ー、とピピ、ピチャモン・イエフ・ファントンさん、もしかしたら見てくださってるのかもしれません。なるほど。はい。賢いから分かるんじゃないかな。うん 大丈夫ですよ、私たちは立憲調査団の後に逆切れして、あの国際連盟、ね、連合じゃなくて連盟脱退した松岡洋介みたいなあの感じのことは言いませんので、ねあ大丈夫でございます。はい。うん。は。天にちゃんと言ってんだよ、うん、聞いてんの。天、うん、通が何て答えたかっていうのは書いてないんだけまだね、そこまでは。うん。あのー、そう、だから。 誰に聞くべきかっていうのもちゃんと分かってるわけだよね。あのジャニーズ事務所に対してだけ聞いたんではなく、うん、ジャニーズ事務所に対しても聞いたっていう。うん、でもちょっと詳しくは話せないっていう。うんね、まあ当然多分社長に話聞いたと思うけどさ。うん、で話を聞いたと、それでまあこの問題っていうのはやっぱりテレビ局プラス電通。うんうん 広告代理店も非常に深く絡んでる。だって、例のほら、つい最近、ほら、博物堂であったじゃない、広告のほら、中で、広告っていう雑誌の中で、それについて言及した文章を載っけたら、対談を載っけたら、それを本社から外せって言われたんで。 編集長を抵抗したけど結局外されたって言ってさ。で、その時に箱戸の,の本社から本社側はジャニーズ事務所はビジネスパートナーであるからビジネスパートナーを批判するような記事は載っけられないみたいなね。うん、つまりまあそれはだから別に箱戸の先輩特許じゃなくて電通もそうなわけですさ。うん、皆さんずっとビジネスパートナーだからっつって まあ、この問題を隠蔽する側に回っていたわけで、うん、だから本当ね、おちゃんと電通にも行くんだと思ってさ、うんね、やっぱり、あのーまあ、なんていうのかな、この問題に関して言うと、電通は別にその、なんていうの、あのーんと、隠蔽をするための大作戦を展開してきたわけじゃないので、うんうん、だからあんまり表には出ないんだけれども。うん あの電通や博動いわゆる広告会社も、えー、テレビ局なんかと一心同体だからさ。うん、だからまあ、この問題を隠す側にいたことは、まず間違いないわけだよね。まあ間違いないでしょう。うん、うん、で、そこにちゃんと話を聞きに行くっていうのは、なかなかちゃんとやっぱり、来る前から、構図を分かってらっしゃってるんだなっていうね。 でそれでさ、電通問題についてきちんと分かっていて、ええ、ね、えー、ライプニチ、ライプニチ、ヒチ大学だっけドイツのほら。ライプニチ大学。大学でも本間さん、講演したでしょそれって、ドイツのエフランエフラン大学ですか、うんいやゃ、一応 A ランク。A ランクでしょねで、他にも。<laughs> 東京五輪オリンピック問題と電通問題についてやったときにさまざまな海外のメディアから取材受けたでしょ、本間さん。うん、で、一応ひとつき回った清水優子、えー、これジャパンタイムズというです、ね、日本の英字新聞ですけどメディア MVP、清水優子って選ばれてるんですよ。 あ,あ,って、ね、あ,あなぜかスポーツの MVP 大阪な美とメジー MVP 清水優子なんでこの2人並んでんだよっていうちょっとあの土地から感じしましたけどもほらだから英語圏で有名だから何気にうっちだだから見てんかもしんないよ今回の俺のところには来なかったいやちょっとそブラックショックは過ぎる。 うん、な,んかなんかオラウータンとかイチャモン調査団とかさそんなこと言うからダメなんですよもうおばさんの海外アドでブラックショックは海外レベルで見たら一発パンだよもうダメだったよなのでこな発言がなかったらな聞きに来たいんだけどなって絶対思ってるよイエパントンさんも。 ああ、あもうダメだ、終了、終了、終了、もうダメ終了。ボーイ、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 ボーイ。で、なので、下手するとちゃんと見てる、でちなみにどんな質問をしたのかっていうことがですね、ちゃんと挙げられております、この東洋経済の記事に。お早いな。はい。で、それはですね、これ、8月5日のあの朝にですね、つけられているこのニュースなんですけど、あのど、 えどういう質問をしたのかというと、ですねえ書面で回答してもらう形でヒアリングしたと。で、どういうところに質問をしたかというと、CM に起用している、ジャニーズタレントを CM に起用しているスポンサー企業や広告代理店の電通、24時間テレビでもジャニーズタレントを起用する日本テレビなどの8社です。で、どういう質問か、取引先企業で児童に対する性 P 問題が起きたとして、家庭ね。 もしあ,のあなたの、ねあのー、ところで取引先であの実は性 P 問題が発生したと、まあ、子供食ってるというような話が起きた場合、うん、自社が対応する必要のある人権問題として捉えるか、まあ、要するにあの取引先でものすごいひどいことをしてるやつがいたと、まあ、子供に対して、うん、でそれはあなたの問題だと思って対応しますかっていうのが、うん、あの質問、えー、1で、うん 1> えー、さらに あのその問題について、ジャニーズ事務所に問い合わせや確認をしましたかと、お前、これ本当のことかと、どうする気なんだっていうふうに言いましたかっていう、これが2つの質問なんですよね。で、えー、これでですね、あの事務所に問い合わせや確認を行ったっていう,うにあのいうふうに、まず最初の質問か、最初の質問から言っとくと、いや、それは自社の問題だし、あのそういう暴力はね。 あの容認しまませんっていう,ふうにまず答えてます答えてるんだけどもあの具体的に何をしたか、えー、対応の有無要するにジャニーズ事務所にきちんとね問い合わせや確認をしましたよっていうふうに言ってるところは4つです。1東京会場日動火災2日本テレビ 3P&G ここあ三3つだね3つ。 あのここがですねあの言ってるんですよね。なんだけど、<う>えっと特に一番厳しいのは P&G、まあ、プロクターギャンブルね、海外の会社だから。予想でできたよ、ねうんでなんですけど、あのー、ここがまあ、ちょっとう一番厳しいぐらいで、まだでも各社様子見っていう。 感じですね電通がどうやって答えたのかっていうのに関しては載ってるのかもしれないけど今のところはうんないね。でデビー夫人なんかがあの死んでからね無知打つようなことをすんなっていうふうなことも国連の,あの作業部会のダミ、えーダミローラ・オラウィ議長さんは人権侵害があったという告発があった場合はどのようなものであれそれを親権トライ指導原則にのっとった形で適切な調査を行うことが重要であるとっていうふうにこう言ってます。 でちょっとね、今回、あのー、そもそも人権、ビジネスと人権に関する指導原則っていうのは何なのか、ちょっとこれ、共有しておきたいなと思うんですけど、あのこれをね、共有しておかないと、えっと、この問題の本質とあと事の重大性、多分これ、ジャニーズ事務所も理解してないと思うんだけど、これをちょっとね、うん、あのー、解説しておかないとダメだなと思います。 でこれはです、ねあの、まずそもそも2011年3月21日にできているものなんですよ。で、えー、これをです、ねまあ、総括として発表されているものなんですが、なんで、まあ、2005年から11年までいろいろ調査した結果、この発表があるんですけど、何なのかっていうとです、ね、これ、グローバリゼーションの問題なんですよ。要するに、例えば、うん、えとそうだな、まあ、皆さんのお手元にあるスマートフォン、iPhone。 グーグルのやつでもいいですよ、こういうものって、まあ、最近はちょっと違ってきているけど、一時期、中国の劣悪な工場で作らされていたっていう問題とかありましたよね、うん、で、他にもいろんな形で、ですねあの、まあ、知らない間に我々も搾取に加担しているっていう、ですね人権を侵害している、でこんなこと続けてて、世の中って持つのかしら。いや、持たないよね。 っていう、まあ、その流れがこうあって、ですねあのすごくあの特にヨーロッパの企業とか、敏感になっています。えっとですね、例えば、これ、バーバリーの服ですけども、バーバリーのね、あのこれ、ちなみにあのバーバリーのジャケットなんですけど、こういうの作ってるところも、あの確かね、アフリカか中東かちょっと忘れましたけども、あのミシン工場があるんです、縫製工場、だだだだだダ、まあ、バーバリーみたいな高い服じゃなくて、どちらかというとザラとか、 あのそういうファストファッション作ってるところがあってですね、ええ、で何階建てかのボロいビルに大量の人が入ってミシンで、ええ、こうずっと作業したタ、ええ、そしたらねミシンの振動でビル全部崩れちゃって全員とんでもない毎週、まあ、巻き込まれてお亡くなりになったんですよ。でそういうのとかあっていやそんなのもうやめようよっていうそれがあの2000年代に入ってから徐々に高まってきた。 流れなんですよで、そういうのを例えば、まあ、LVMH とか服飾の大手とかはものすごく気遣ってるんですよね。で当然これがもう世界の常識になってきていてでそのビジネスと人権の部会が今回主に3つ一番でかいのはジャニーズ2番目は技能実習制度外国人労働者問題で3番目は福島第一原発の作業員。で、 この3つに共通しているのは、例えば福島第一原発だったら、まあ、東京電力が発注しました、えー、どこそこの元請けに発注しました、元請けが下請けに発注しました、下請けが孫請けに発注しました、孫請けがひ孫請けに発症した後に、やしゃごけにって言って、要するになんか、最初は日当5万円とか10万円だったのが、手元に行くときには、うん、1>, 1万円で俺放射能除,去除染作業するのっていう、これも搾取ですよね。 で、あの技能実習制度も、皆さんが買ってるコンビニの惣菜に一個一個,個,個、一個一個例えばいちごパンとかだといちご置いてる人がいるわけですよ。こうやっておーおーおおって、これも問題ですよね。その中の問題として、子供たちを搾取、人権侵害して成り立ってたビジネスの超度級なものがジャニーズ問題なんじゃないか。で、これは日本を標的にしてやってきたというよりかは、 海外ではこういうふうに言われるのはもう当たり前なんですよ。それがようやく日本にやってきて、で、それが英語でこれから配信されますよね。で、パナソニックとか、まあ、パナソニックは一部しか使ってないけども、まあ、例えばソニーとか、まあ、ソニーもちょっと使ってるかどうかわからないけど、海外に展開してる会社、特に資生堂とか、これは大きな。 打撃になるわけですジャニーズタレントを使ってるだけでじゃあ買わないっていうふうな人たちが出てきますからねだから、はい、このインパクトを藤島ジュリー景子社長は理解しているのかっていうだから、ね、なんかねサイか再ボ防イスチームがやってるんで8月末に会見しますからまあそれは待っといてみたいなこれはねやばいまあ さすがに理解はしたと思うしたかなうんまああのー、国連が来たるっていう段階でさ、うん、あちょっとやべえって当然思うわね、うんうん、やっぱりほらその具体的にいろんなビジネスをさ、うん、展開しようとしてまたはしているわけです、うん、でそうするとこれがひたひたとやってくるっていう かなり真剣には考えているとあと、その特別そのチームが、えー、一応作っちゃったからさ足場外してそれ全部もう関係なしにしていきなりじゃあ今日記者会見しますっていうにはなかなかできないっていうねまあ知とわかるんだがこれにしても8月末はちょっと遅いよね。 いやー8月末にしたい理由があるんですよ、あるんですよ、ね。どうしてもね。どうしても、なんか、あの愛は日テレを救うだっけあの、うん、テレビがあるんでしょだ,、うん、だから、それの後にしたいっていうのは、もう見え見えだよね,ね。とりあえず、もうだって、日テレさんも今からで、ね、タレント全部変えて、ジャニーズ全部外して、あの愛は日テレを救う24時間テレビ。ね。 で寄付を集めまくるでいやこれさだけどさ今年の『24時間テレビ』はやばいんじゃないかって話をずっとしてたじゃん,、ねうんうん、なのに結局日テレはさそのジャニタで全部外すってことを、まあ、しなかったわけだよね、うん、結局しないでまあ、なんとかダラダラやってこのまま突っ走ると。 いうので、今やろうとしてるわけですさですそこにこれがかぶさってきて、うん、なかなかの衝撃度だと思うけど、まあ、日テレはもうとにかくぽっかまりしてやっちまおうっていうさ。うん、で、まあ、一応ジャニーズもうーん、まあ日連、日テレと一連卓証で、やっちまった後に発表っていう、まあ、道を選んでるわけだな、うん、これ結局 だからまあ、まあ、な,なんていうのなかなかの態度だよねっていうさ。まあ、あのー、ジャニタリを使うか使わないかはっテるの勝手なんだが、うん、結局日テレ、ほら一、一時期外すんじゃないかっていう話があったの、うんだ。結局外さなかったっていう。うん、あ、まあごめん、過去形じゃなくて、外さないみたいだっていう。え、うん、確かにさ、今発表をあんだけやってんのに、 これ全部今から外すっつったらまあなか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 ですよやっぱりだってこのなにわ男子って、うん、ジョニー,ーズ・トレントでしょこれ、うん、んメインパーソナリティー、うんえー、でこれ日テレ愛はね あのー、地球を救うじゃなくて、あいは日テレを救うって、なんででやってんのかっていうと、どこでもできるキャッスルス募金、止まんない <laughs> もうついにこんなことまでやり始めてますけど、あのー、これで募金を集めて、事務経費を抜いて、全部ちゃんと寄付してますっていう風にね、こう言ってるんですけど、寄付だけなんですよ。あの24時間テレビで大量のスポンサーがつくんでですよこれでもう何十億と儲かるわけですよ。それはもらいますと。 でそれであのー、寄付はあの皆さんにあげますよっていういやこれちあっ金もうこそう正直に言いなさいよ言った上でやるんだったら別にいいんだよ別にそれ番組作るのだってお金かかるんだからさだから嘘はよくないなまあね、うん、何十年にわたってそのこのスキームでやってきて。うん もう何十年前からこれってお前チャリティーじゃねえだろっていう、うん、ずーっと言われ続けてさたけしなんかにもばかにされてさ「今後も絶対出ねえよ」って言って、うん「チャリティーじゃねえか」って言ってねいま、うん、だにチャリティーだと思ってる人もいるけれども、うん、チャリティーではない、うん、金集めイベントをやってるわけででしかも清水さん言ったように まあ CM は全部有料で流れてるわけだからいいのあちらかったらけしからんな本当にまあ金は全部 CM 量は全部日テレに入るわけで、うん、でね24時間テレビっつって目打ってうわーってやってるからまあ視聴率もそれなりにさ、うん、あるわけでさ <laughs> あの、あのー、時々さ道歩いてるとさ、うん 24時間テレビってマークついた車とかって見たことないえっと、あんまないかなぁ、うん。なんかすいません。いやいや、俺もあれだよ、じゃあ今まで生きてきて10回も見たかっつったら10回も見てないと思うけど。まあでも走ってるんですね。うん、時々、要するに24時間テレビで買った、えー、っと、介護用の車ですっていうとかさ。ああなるほど。この要するに募金で買いましたっていうマークがついてんだよ。うん,う,んうん。そういう車ね。 俺も何回かは見たことあるよなるほどん、うん、まあつまり今回日テレは、えー、ジャニーズを外さない形でいくんですけど例えばこの国連の聞き取り調査を受けた一人でアイドルグループ忍者のメンバーだった志賀さんかわいそうじゃん泣いてるじゃんねえこういうのをさ、うん、踏みにじっていくのまあ、うん、そういうことでで つまり踏みいじってきたわそのああいう人たちが一人で過去にこういうことがあったんだけどって言っても全部無視されてうん、嘘だろうって言われてそのまま来ちゃったと。で、うん、ポツポツってっていうかまあ例のその2006年だった最高裁のあ,のあ,のあれがじた出た時もそれを全部無視してやってきたっていう。うんうん うん、だからねあの時にメディアが大々的に報じてこれはやばいんじゃねえのというふうに言っていれば、うん、少なくともあれ以降の,あの犠牲者っていうのはなかったんじゃないかっていう、うん、もちろんそういう考え方あるよね、うん、だけど実際はほとんど報道されなかったために あれ以降も、ええー、と、うん、って言ったらくなるまで、まあまあなくなる数年前にはうもう動けなくなってたらしいけれども、うん、それでもさ、その後約10年ぐらいはずっとやってたんじゃねいかっていうね。恐ろしい。うん、まあ、そしてメディアが加担していると。うん、で、電通も加担していると。まあもちろんね。うん まあだからね、さっきも言ったけどじゃあ電通がねこの問題に関しては絶対もう何、あのー、て言うのかな口にしないようにとかって言って指令を発するわけではない、うん、ただあの何、ー、て言うのかなもうテレビ局スポンサー電通ってこの三位一体になってるからさ、うん、この三位一体がもうあうんの呼吸でジャニ問題に関してはもう。 あの報道とかなんとかかななんにに触れないようにしよううしって言った、うん、でじゃあ例えばだけどまあどっか、うん、テレビはもう絶対最初からそういう思考がないから、うん、まあ例えばだけど新聞とか雑誌に一回記事が載ったとする一、うん、回なんかジャニー問題がこういうきこういうはまわ、あ、があるみたいです、うんそういう時にまあ電通とかはの営業マンとかは。 いやちょっとこれあんまり触られるとちょっとね広告今後難しくなっちゃうんですよねって広告を入れるのはねみたいなことはねまあやってきたと思うよそれまあ普通にやるからねそんなことだからこれいや電通にもちゃんと聞きに行くって日本のそのメディアの構造お分かりじゃないですかだから絶対にうちの番組見た人が教えたんだって それ総合的に話してるのうちだけだからうちだけですよそもそも電通についてもう電通が問題だ電通が問題だ電通が問題だってずっと本を書き続けている人って日本で皆さん本場流さんだけですからね驚異的なことですよビーター電通が怖いんだよ一回書いたりとかねしてでそうすると大抵それでシュルって終わっちゃう取り込まれてるからいやほんま ちとねちょっとうちらも取り込んでほしいんですけどね10億円か100億円くらいぶち込んでくれたら取り込まれるんだけど何回言っても五輪の頃から取り込んでくれないねうんちょっと残念ながら、まあ、まあまあまあそれはあれとして、うん、まあだからね、えー、日本のメディアもまあ別にねこれで国連に言われたからシュンとくるようなさそんなね そんなね、あのー、あの、清い心を日本のメディア、特にテレビ局が持ってないんでね。うんうん、ああ、なん,なんか、なんか、なんか、海の向こうの連中がなんか言ってくけど、まあ、うちらどうせな、日本の中で電波売ってるだけだからな、みたいなね。おそらくそれぐらいのふうにしか考えてない。うん。でも、まあ、ちょっと、そうやって言われちゃったのはかなり恥ずかしい。まあ、まあ、多分こん、こんな気持ちですよ。 うん。あのー、いや、もう、なんか、なんか問題あんのかと。<laughs> うちら、戦前の頃からこういう感じでやっとんねんと。あのー、なんだったら何か、あの、立憲調査団ならなんかイチャモン調査団とかやってきて、だったらちょっと、あのー、スポークスマンに松岡洋介を雇って、で、龍昌湖事件を大規模共栄権のために必要だったことなんだと。あの、もうだから、いいんだと、もう、国際連盟、まあ、今、連合、<laughs> もう、脱退だっていうふうに言って、で、重要でこに原爆なんですけどね。うん まあ、やめましょうよもうそういうのはあの100年ぐらい前よりも今の方がよっぽど世界は絡み合ってるんですからまああの何、ー、て言うのかなまあこれで結局その日本のメディア、うん、メディアもさやっぱり当たり前だけど何て言うのかな国際的にどん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 本当ならばビジネスを広げていきたいと思ってるけど。うん まあ、このあれがレッテル貼られちゃってるからさ、うん、まあ、相当、メディアもきついよね。いやー、メディアはきついっつうか、まあ。特に日テレなんて、社名変更しなかった海外で受け入れられて問題じゃないかなっていう。日テレがなんか目、悪目立ちしちゃったな。<ー>まあ、24時間テレビがあるからさ、これが例えば2、3か月ずれていれば、ね、うん 日テレが標的にならないで済んだかもしれないけど。うん、まあ自まのせいだから自分があれ。まあね、だから24時間テレビでこれだけ大々的にジャニタリを使うっていうのは、うん、まあいまだに反省がないんですね、あんたらは。うんうん、思われても仕方がないよ、ね。うんうん、まあ、うん、そうだよな。で、まあただ、あのー、この国連の人たちも言ってるけれど、うん。 これは日本こううい特有の問題ではないあそ,うですそうです、それはね、<え>あの、うん、本当その通りですよ。あの全世界であるんだと、うん、残念ながら、こういうも題。うん、だから、<う>一つ一つ、ちゃんと指摘して解決していかなきゃいけないですよっていうのは国連の立場でね、こういうほら発表するとさ、あのー、要するに、ジャニタレのこのいまだにあれは嘘だって言ってるファンとかさ、うん の何て言うのかなあほなあのあほなこの何て言うの有名人なんかはさなんか日本をターゲットにし上がってとかさ、うん、あのそういう日本だけをターゲットにし上がってこの野郎みたいなことを言うバカがいるけれども、うん、そういうわけではない別にね、うん、全世界で確かにこういう似たような問題は山のようにあるまあ,あの似たような問題という形でね あののさっきほら私服の話したじゃないですか、うん、であのこの会社例えばね「うん、バーバリービジネスと人権」っていうので検索をすると、うん、どういう記事が出てくるかっていうのをちょっとねまずあのお見せするとですね2021年これウイグルの問題めぐって、うん、あのこの起きてるんですよ。 ウィーグルの自治区のウイグル人人権問題をめぐる、A ね、イギリスと中国の対立の影響がこのバーバリーにもあると、中国人の女優がまあ同社と契約を打ち切ったとか、まあ、こういう結構ゴタゴタしてるこの部分があってですね、うん、で、他にも例えばこれ、バーバリーのホームページなんですよ、サプライチェーンの透明性と現代の奴隷労働に関するステートメント、これ、英語版もっと長いんですけど、これ、バーバリーのホームページに載ってるんですよ。これ、どれぐらいありますか、皆さん。<laughs> これ, <laughs> これねバーバリーってイギリスの独立系のブランドなんですよでファッション業界って LVMH とかケリングとかリシュモンとかそういうところが大グループなんですけどもそこはもっと気使ってるからねでこれ重要なポイントはお金持ってる人たちですよね特にバーバリーなんかよりもっと高い服バレンシアガとか<お>ディオールとか ルイビトングッチこういうところの人たちは今こういう問題を見てないねちゃんと取り組んでないところはダセーから買わわわねよよって言われるわけですよだからこれ海外では例えばあのカトリック教会がすごい問題ですよね。カトリック教会なんかはあの私にちょめちょめされなかったらお前自国行きだぞっていうふうに言ってローマカトリック教会ね。 ああの20万人近くの子供が犠牲になってるとただこれあの1人じゃなくってもうすっごいたくさんの聖職者が関わっているっていうことになるんですけど、まあ、こういう問題が今世界でだめだよねだめだよねだめだよねダメだめ、ね、だよねっていうふうにぐわっと言っている流れの中で電通っていう非常に閉じた広告代理店が日本のメディアを、まあ、ある意味独占してる状況でそれと 一緒にやってきたジャニーズ事務所これがついに立憲調査団ならぬ、えー、とイチャモン調査団でもなくて、えー、とダ,ミダミロア調査団議長さんがダミロウェーかなんかそういう名前だったんでこれがやってきたと。でこれに対してあーのー黙殺するのかね、えー、それとも松岡洋介をね使って脱退だぐらいの感じでいくのか。 それとも、きちんと反省をするのか、ただし反省をする以上、数百人レベルでもね、一人、例えば500人いたとしましょう。一人、1万円払っても500万円ですよね。100万円払っても5億円ですよ。1000万円払ったら50億円ですよ。だからもう、数十億、数百億レベルのダメージがジャニーズ事務所にあるわけですよ。なので、そのジャニーズ事務所、あれ、どこにありましたっけ場所。いい乃木坂ですよね。結構いいところにあるじゃないですか。 まずはビルを売却しましょう。それでいいじゃないか。ね。あのー、まあ、そこから新規一点していくしかあるまいって。え。まあ、結局さ、このバーバリーのそのステートメントに近いものをジャニーズ事務が発表できるのかどうか。いや、うん。次の焦点、そこに来る。ああでしょ 未だにジャニーズ事務所はさ、うん、あのご心配をお,おかけしておりますっていうふうには書いてるけど、うん、何の心配をしてるおかけして,るしてるんだかっていうことに関しては一言も触れてないわけよ。うん、そうなるとさこれ国際標準というか国際基準,基準から見れば、うん、何に対してどう自分たちは向き合ったているのか。 本当はステートメントっていうのを発表しなきゃいけない。うん、だけど、いまだにそれはしていない。うん、で、まあ、それはね、その再犯防止チームとか、そういうところが調査しているから、それの結果を受けて発表したいっていうふうに、は言ってるわけ。うんうん、だからね、これね、8月末に発表するっていうのは、どうも24時間テレビ対応としか思えないが、うん、その8月24日に、 果たしてどれぐらいの深いものが発表できるのかって、うん、いうのにまあちょっともうかかってくるよねこれねうん、うん。でテレビ局なんかにほらどういう対応してるんだって聞くと、えー「ジャニーズ事務所の対応を注視しております」ってひたすら注「注視注視」って何を言,ったんだ言わないんてけど。 ジャジーズ事務所がどう対応したらその中止を評価するのかしないのかっていうのを本来さテレビ局はちゃんと言わないきゃいけないわけよね、うん、まあそうは言い,いつつもまあなんか日テレだけが名前出てターゲットになっちゃったけど、うん、他のテレビ局だってみんな一緒だからさ、うん、他のテレビ局も『24時間テレビ』はやってないにせよ、うんうん ジャニタレ使った番組はいまだに流している。うん、NHK は割と今回ちゃんと報道してるけれども NHK だってジャニタレが山のように出てくる歌番組とかでやったりしてるから NHK でもやったりしている。うんうん、そういう側面、まあこれねあの、まあ、ちょっと内情的に言えば ジャニタレを使うのはテレビでも芸能関係、うんで。このニュースを報道するのは報道関係だ。うん、これ、まあ,あの、要するに社内でも別の部署なんでね。これがバラバラにやっているっていうことなんだけどさ、うん。でも、本来であればもうそれを突発して上がちゃんと判断しなきゃいけないのよ。いや、本当ですよ。でもそれを放棄してるわけよ、今。うんだ この、まあ、国連のこれを受けて、果たして、テレビ局の上層部が真剣に対応できるのかどうかっていうのも、まあ一つ問われる。うん、うん。で、そういうところと調整しながら、ジャニーズは多分、対応を発表しようとすると思う。うん,う,んう,んうん。あの、要するにもう、なんていうの、本来であればさ、 もうじゃあもう、うち辞めますと、社長も辞めますと、うん、ジャニーズのこの名前も変えますって、例えば、ジャニーズ事務所はさ、もういき,いきなりもう方向大転換して、全部認めますみたいな、うん。そうなると、じゃあ、ちょちょちょち、ょちょっと待ってって言って、うん、スけたいのがテレビ局、うん。いやいや、ちょっとそこまでやってもらっちゃうとうちも番組作りにくいからみたいな、うん。だから ちょっとうちらのうちらの対面も考えてねみたいな、うん、彼ら絶対そういうね話を水面下で絶対してるうん,うん、うんうん、まあそして日本のねあの経済はまあ輸出とか輸入とかいろんなもの絡んでるから企業がこれから、まあ、GDP 横ばいじゃないですか。 横ばいの中でね、成長していこうというふうに思ったら、やっぱり海外にどうやって受けるかっていう商品を作る必要があるんですよ。もう世界はね。あので、一般、今日本でね、一番あの利益を上げていると言っていい会社。それはですね、どこか。やっぱりあの、車屋さんのトヨタじゃないですか。<ー>ね、トヨタは、あの、営業利益が、この4月から 6, 6月のたった3ヶ月間で1兆円。 いよすごいねでそれで今期の,あの通算の営業利益は過去最長への3兆円を目指しますはいそれではですね皆さんルイ・ヴィトンを持っている LVMH グループあれはですねまあ,あ LVMH モエヘネシールイ・ヴィトンっていう名前なんですけども2023年1月から6月までで はい、クイズです。一体営業利益はおいくらでしょうかどれぐらいだと思いますほんまさん。うーんと、えっ、ー、と、えっ、ー、と、半年でしょ。半年半年。20兆ぐらい。いや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 ,いやトヨタで年間3兆円言うてるんですよ。ちょっと高すぎたか。あの、 えっと、皆さんに一応豆知識でお伝えしておきますけど、えっ、ー、と、半年で20兆円の利益を出している会社は世界に存在しません。ちょっと大きく出すぎる。大きすぎるわ。インフレだよ、それ。あ、それか、1ドル、あの、1500円くらいまでね、家康が住んでたとなるけどだあそ、そうじゃない、そうじゃない、だいだいだい。 兆円ははじゃあいいくか、はい、答えは半年間でどれぐらいの利益かというとですね115億6400万ユーロ、うん、これ為替の相場でいくと大体1兆8000億から2兆円ですつまりこのペースでいくとルイ・ヴィトン・モエヘネシーグループはトヨタよりも営業利益高くなるんですよ、うん、でそんなルイ・ヴィトンねでビジネスと人権っていうふうに検索するとこうやってものすごくちゃんとやってるわけですよ これはあの、はテ,ティファニーもね、l v m h の一部だから、あのこういう宝石を彫るところも、まああのえーとね、サルバドっていうあの写真家がいて、確かダイヤモンド鉱山のすごい悲惨な写真をね、あのアップしてたりとかっていうのが、<ー>あ,のあれも1900年代の話ですけども、あれとかもあの、そういうのも改善されてきてるわけですよ。で、人権に配慮しても、儲かるんですよ。うん、なのに、 日本はどちらかというと結構人権とか言ってんじゃねえわしが若かったこらなみたいな感じの多いけどもうそれダサい上に儲からないんですよもう、はい、だからあのお前気持ちいい思いとかいい思いもしたんだから黙っとけよってデヴィ夫人みたいにねこうなんかそんな趣旨で言われてたと思うけどいやそういうのはもう古いんだって<え>もうやめましょうよっていうね あのところを含めて、まあ、ついにあのビジネスと人権というところで、この問題について日本にメスが入ってきて、でこれ、技能実習制度と福島第一原発の作業員についても発表をされますから、ジャニーズ様とかじゃないんだよ、怖いね。でそういうわけで、えっと、国連何するものだと思う人は、心の中に松岡洋介さんを買って、ですね脱退を推進すると、そして14年後には原発が落ちてくると、それでいいんですかと。 いう今日はちょっとね、あの長くなりましたけども、非常にこの考えさせられる、ジャニーズざまだけではなくって、日本がこれからどうやって稼いでいくか、平均賃金を上げていくか、このね、うん、あのことも考えさせることなんじゃないかなというふうに思い、今日は本間さんと取らせていただきました。本本間さん本日もありがとうございましたそしてですね、皆さん、最後に、ちょっとあの本間さんのり、61歳の誕生日だったんですよ、昨日 それで61歳け1 0円つまり610円あるいは ×100 円6100円あるいは、えー、とかける、えー、と1 0 0 0円で、えー、と6万1000円あのよろしくーっていうふうに言ってお客様で皆さん数十万円集まりましたありがとうございます<ー>で、えー、6万11006、えー、万1000じゃなくて6万1610円61610というあの 振り込みっていうかまあクレジットカードでカンパしてくださった方がいてですねこれはえっ、ー、と女性で S さんという方なんですよいや本当にありがたいであと六万一千円振り込んだ方もね何人かいらっしゃるんですけどみんな振り込みで本間さんやとか本間流カンパとかというふうに書いてあってですねちょっとあの名前がわからん <laughs> あことこですけど、まあ、円円さすがに61円は1人もいなかったし61枚もいなかったんですけど皆さん本当に本間さんありがとうございますこれからもあのおそらく国連の人もね参考にしたんじゃないかなというふうには思いますが、えー、ブラッククジョーク少なめ僕はブラックジョークを1回も行ったことはない本間、えー、さんはブラックジョークを1回も行ったことがないというジョークでございます。 <laughs> じゃあ本日もどうもありがとうございました。ジャニー、今日も読書。えー、はい、今日もありがとうございます。電通と戦う本間竜さんはですね、えー、なかなかメディア、ラジオ、いろんなところに呼ばれないんですね。で、本も広告がされません。皆様の寒波がないと続けていくことができません。今日も読書と本間さんと言いたいので、ぜひ本間さんの本を買ったり、ンパよろしくお願いします。現金も クレジットカードもどっちも対応します。よろしく今日も読習それでは